こんにちは、神山店の谷です。今日はバイクピープルというのをやります。バイクピープルっていうのは最近バイクチェック、お客様のバイクを動画 YouTube とかで紹介するっていうのもやってみてたんですけど、バイクの持ち主さんと自転車セットで紹介できたら面白いんじゃないかなというのをちょっと実験的にやってみて、でこの前ブログを早速書いて、持ち主とその人がどんなチャリ乗ってて、持ち主の顔が見えてっていうのがすごい僕は楽しいなと思って書くのも楽しいです。これで今回バイクピープルとしてバイクと持ち主を誰を紹介しようと思ったら、僕の友達がちょうど適任がいたので、まっちゃん、代々木公園のまっちゃんと2人で待ち合わせて、その人のいる場所に古着屋さんですで取材をさせてもらいました。原宿のトンちゃん通り、原宿通り入らないで、あの村スポのところを斜めに入ったところにある古着屋さん、シエスタストアというお店です。これお店ついて地下に行くところ、まっちゃんこれこういうポーズ撮ってってやったらやってくれます。お店の中に降りると、彼が今回のバイクピープル主役の青木くんです。これ青木くん、彼とは、学生の時からずっと友達というか長い付き合いで、もう本当に10年ぐらい、10代の頃からの親友です。で僕がブルーラグ入る前から一緒にずっと遊んでた友達ですね。一発目のバイクピープルということで頼みやすいっていうのもあって、ちょっと彼の力を借りました。でそもそも彼は学生の時からの友達なんですけど、ピストバイク、もう14、15年前に、僕がピストなんか全然知らないし自転車なんか乗る生活をしてなかった時に、急に彼がギアのついてない細いあんま見慣れない自転車をどっかから持ってきて、単に自転車乗ろうよと誘ってくれて、僕はもう当時定期買って電車乗ってるような、電車乗って仕事行ったり遊び行ったりしてるような生活だったんですけど、ピストバイクっていうのを僕に教えてくれた結構重要人物でもあります。あの時彼がピストを持ってこなかったら、僕は自転車屋になってなかったかもしれないですね。で彼と一緒にピストを乗るようになって、当時一緒に自転車のパーツを探しに行ったり買いに行ったり、ブルーラグにも仕事終わり待ち合わせてピスト2人で乗って買い物に行ったりしてました。今は彼は古着屋をやってます。で彼のお店、この時は取材でお邪魔したんですけど、まっちゃんもお洋服好きで、あ、そうだ、偶然僕とまっちゃんって、はい、ブルーラグに入社したのが同じ年で、半年ずれてるだけのほぼ同期なんですけど、実は青木のお店シエスタにまっちゃんも通っていて、入社して一緒に働くようになってからシエスタのと青木と僕が知り合いっていうのも知ってびっくりしてました。これ偶然、偶然で店内古着を見せてもらったりしてます。これすげえ、 LL ビーンのジャージ、向こうだとスポーツ全体、アウトドアだけじゃなくてスポーツ全体とかもあるんで、いろんなこういうアウトドアとか自転車とかそういうグッズもあるみたいです。もうちゃっかり贅沢って。そんな彼が、自転車を最近組んでくれて、彼が組んだのがリベンデルのサムヒルボーンですね。昔は僕が自転車になる前は2人で、僕ん家に新聞紙引いて家の中でピスト組み立てたりとか、そんなことばっかやってたんですけど、今は僕が自転車になっちゃったので僕のところで組んでくれました。で彼は古着と一緒にスケボーが好きなので、こんなスケボーが積めるっていうのが大前提とか、結構今の彼の生活に根付いたバイクっていうのが注文としてあったみたいですね。でブログにも書いたんですけど、リベンデルって結構クラシックで、年配のライダーが多かったりとか、実際そうだし、そういうイメージがずっとあったんですけど、リベンデルのスタッフの若い子、ウィル君っていう、あのマネージャーなのか、マネージャーのウィル君って子がサンフランシスコでずっとスケボーも好きでやってて、で彼の周りの友達がスケートボードやってる人が多かったり、スケートショップで働いてる子が多かったりして、飛び火して若いスケーターの層とかもリベンデルに乗って、週末ちょっと都会からエスケープしてキャンプ遊びしたりツーリング遊びしたりしてて、で青木が新しいバイクを欲しい、組みたいってなってる時に、結構それも背中を押した一員だったみたいですね。リベンデルかっこいいし、しかも自分の好きなスケーターとか自分の好きなシーンの人たちがどうやら乗ってるらしいぞっていうのが重なって買うきっかけになったみたいです。じゃあ彼のバイクをちょっとチェックします。これが彼のサムヒルボーン
身長173、4、5ぐらいかな。 TBH 多分私た83ぐらいだと思って55というサイズを選びました。1個下の51とすごく迷ったんですけど、通勤距離が原宿のお店まで結構あるので、ある程度速度感とかスピード感大事にしたいっていうのと、今までピストずっと乗ってて、その後クロスチェック乗ってたので 700C の速度感とかに慣れてた彼は、ちょっと 650B でタイヤちっちゃくなっちゃうのが不安だなって思いがあったので、大きい方の55、両方乗れるんですけど55にしました。まあ変わった品揃えの古着屋さんやってるだけで、ちょっと天の弱なパーツ構成で、いわゆる最近いっぱい組ませてもらうリベンデルとはちょっと違うパーツ構成なのがすごく面白くて、それをちょっと紹介します。これよく見るとシフターに手書きではいって書いてあるのがいいですね。書きたくないって人の方が多いと思うんですけど、でリフレクターだったり、こういう落書きだったり、あとステッカーペタペタ貼っちゃったり、クリーンにクラシックにリベンデルって組むのすごいかっこいいんですけど、ちょっとジャンクに汚くニスとかついたものだったりとか、そういうテイストが彼はグッときたみたいです。このグリップも何でもない1000円ぐらいの安いやつ、わざとこんな感じにしてます。ペタペタ貼ったステッカーは何でもかんでも貼ってるわけじゃなくて、僕はスケボー詳しくないからあれですけど、好きなスケーター、絵も描くスケーターの人がブランクの無地のデッキ、ちょっと絵描いてあるけど色が全くないデッキにステッカーがついてきて、それを自分でこう DIY でペタペタ貼るっていうスケートボードがあるらしいんですけど、そのデッキに使わなかった余ったステッカーを貼ってるみたいですね。でこのパブストブルーリボンは彼のお店でもよくここのビールのグッズとかを扱ってるんですけど、なんかアメリカの労働階級の大好きなビールみたいので、彼がパブストのこのモチーフ好きなの知ってたので、僕が勝手につけました。多分気に入ってくれてる。でお店の在庫とか古着をいっぱい運ぶ毎日なので、ウォルドのバスケットは大きい方137じゃなくて139、荷物多いのは知ってたので、たくさん荷物が詰めて不便がないようにしました。これライトね、ライト。イヤーキャリアも、スケボーをまず積むであろう、しかもゆくゆくもっとたくさんの荷物も積むであろうっていうのが分かってたので、イヤーキャリアもニットとリベンデルの頑丈なものをくっつけました。あとセンタースタンドもマストですかね。大きい139バスケットがついているとどうしてもハンドルがぐるりんと回っちゃうので、片足よりもこのセッティングだったらユアシスタンドがいいかもしれない。ヘアメカとかはオンボロ、前のバイクから乗せ替えたチープなものです。髪型とかは人それぞれなんですが、僕の好みもだいぶ聞いてもらえたので、僕は街乗りだったら8速9速とかチープなコンポで壊しても安く直せたりする感じが好きです。で彼は前のバイクのチャームポイントだとこのホワイトのクランクをそのまま使っちゃったんですけど、彼も僕もフロントは僕リベンデルは多段の方がやっぱかっこいいし、ゆったり走るとか、あと車重、荷物な時の車体の重さとかも考えて、前はダブルもしくはトリプルがいいなって思うことがすごく多くて、そっちを進めることが多いんですけど、彼もしばらく乗って今前ダブルにしたいって言ってます。ホワイトのクランクはチェーニングだけ変えれるので、今度ダブルにすると思います。あとね、彼あんま家庭のこと表に出さないけど、この線のアダプターが全部、このステッカーの蓄がちょっと俺これ詳しくないから適当なこと言えないですが、彼に教えてもらったのは向こうのスケートショップのステッカー、レジ横で置いてるフリーのステッカーだそうで、なんか向こうで言うと流行りの金ネックレスにジョーダン履いているようなポーザーはうちのフリーステッカー持ってかないでねみたいな、ちょっとなんかブラックなかっこいい文章を書いてあるステッカーをカゴにこう貼ってるっていうのが僕にはない発想だったので、まあ彼らしいというか、うん、これはちょっと真似したいかもと思っちゃいました。うん、かっこいい。そんなこんなで組んでくれたヒルボンがすごいかっこいいし、ごちゃごちゃした感じが納車前の新品のリベンデルじゃ出せない感じがして、すごいかっこいいなと思いました。もっともっとボロボロになったらかっこよくなるんだろうなっていうのがあります。で彼の話にまたちょっと戻っちゃうけど、まあ、20年一緒に仲良くしてる友達が、しかも15年前僕にピストを教えてくれた友達が、今度は僕がリベンデルっていうのを教えて、彼がグッと来てで組ませてもらって、で気に入って乗ってくれてるっていうのがすごい僕の中でちょっと大きな出来事だったので、彼がいなかったら僕はチャリンコになってないし、リベンデル組むこともなかったので、彼が自転車を教えてくれたおかげで今リベンデルに乗って毎日通勤してるっていうのがグッとくる話でした。
最初バイクピープル仲良しだから頼みやすいって言うで彼に頼んじゃいましたけど、彼のバイクもお店もかっこいいのでぜひあそこわかるかもって人は言ってほしいです。すごいかっこいいお店です。ちょっと長くなりましたが、頼める人が他にも思いつくので、いろんなお客さんがいるので、もしも第2弾第3弾できたらやっていきたいと思います。以上、バイクピープル本日ここまでにします。さよなら。